この後はあなたの代わりにいっちょかみ。この春京都にオープンする高級旅館をいっちょかみアナウンサーが突撃取材。お風呂スモールラグジュアリーリゾートをテーマにしたくつろぎの空間にもかかわらず、ちょっとねこれなんとかなりませんの日遊び、日遊び、大人の日遊び一泊円の高級旅館を品定めする。南禅寺界隈にやってまいりました。あいちゃん見て桜綺麗、ね、本当に一番綺麗な時ですよ。でももうこの後雨の予報だから、うん、そうそうそう、散りかけちゃうでしょ、ね、これが最後やね。なんでも散る直前って綺麗やんね。私たちのことどういうことそれ。大丈夫大丈夫大丈夫、まだ満開。あ、よかったよかった。でちょっとこのコーナーがね、はいはい、いっちょかみのコーナーって言われたんだけど、あ、いっちょかみね。何にでもこうちょっとずつ、うん、まあこう絡んでいきたいちょっと首突っ込んでいきたい。わかる。琵琶湖疎水が流れる南禅寺エリアは明治時代に別荘地として開発された地域。2年前には ZOZO 前社長の前澤さんが推定15億円以上をかけて別荘を購入。東京の実業家たちにも人気のエリアなんです。そんな町で2人が訪れたのは今月の26日にオープンする高級旅館ふふ京都。雰囲気ガラッと変わる ね、通りから一歩入っただけで。結構ここ、うん、下のなんていうのこれ、石畳というか、まあ、レンガ。ここで早速一丁かみ、距離あるね。そういや、まあ、だからこの距離が、ね、現実から非現実へと。あ、なるほどね。そのルートこれ必要なのよ、この距離って。でもほらなんかヒールがさ、うん、ガタガタになりそうちょっと靴は選ぼうか。あ、そっか、うん、そうね。あ、こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。よろしくお願いいたします。2人を出迎えてくれたのが入社3年目の西村彩香さん。ここが玄関というかエントランスなんですか。はい、あの門からこちらのエントランスにかけて日常からリゾートへの空間を表してございます。門のあたりは整った石でですね。あ、確かにツルツルでした。はい、だんだん緩やかに変化していく様子を表しております。お客様にリラックスしていただける空間をご用意してございます。当時は分かったの私急にね歩幅をね、うん、緩めた。私あのカン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 って歩けなくなりますもんね。ね、はい、そういうこと。合ってる？合ってますよね。いや西村さんごめんね、ごめんなさいね西村さんに一丁噛むつもりないですけど。ふふ京都のコンセプトはスモールラグジュアリーリゾート。非日常を味わってもらうためおもてなしには様々な独自のサービスがあります。なんかえ、うわエントランスって大事じゃない。いやめちゃくちゃ大事ですよ、うん、そこからどうやってチェックインするか、はい、スムーズにインできるかっていうのがとても大事。こちらに来られてから直接お部屋でチェックインのお手続きをしてございます。直接よあなた。フロントに並ぶんない、カウンターとかないのよ、はい、ちょっとお父さんこの荷物持っといて子供が走り回ってるから追いかけといて。ないないない、もう直にお部屋。ありがとうございます。すみません、じゃあ失礼します。いや本当になんか静か。本当だ。私ね、このエントランスに入ってすぐの香りっていうのがとっても大事だと思うんです。あ、でも確かにね、ここすっごくいい香りしてます。こちらふふ京都では日本を代表する桜と白檀の香りを合わせましてオリジナルの香りですね、こちらを炊いてございます。へえ、お香ですか。そういうことなんです。大事大事、ね、そう素敵です。白檀の香りって家で炊きます、はい、炊きません ね、しかも桜そうとオリジナル。オリジナルですよ。ここに来てこんな大きい声出してるの私たちだけじゃないですか。まあオープン前なんで。あ、そうか、すいません。じゃあそこはちょっとよしとしましょう。していただいて申し訳ないです。京都以外にも熱海や河口湖など全国5カ所に展開しているふふブランド。旅館作りはそれぞれの土地に合わせて作られているため内装やサービスにはふふ京都だけのものが散りばめられているんです。うわ、見てこのね、いやちょっと見て見てこれ、はい、これはね、あの
いい？私ね、いいよ。妄想言ってもいい？まあ、いっぱい飲んで、まあ、ほろ酔いの状態でここ歩いてきてごらんなさいよ、はいはい、この先に、うん、何？何が待ってるの？ちょっとごめんなさいね。こちら後で処理しておきますから。韓国ドラマの水着なんですよ。ごめんなさいね。素敵じゃないこの廊下の先に。いやでもこの暗さって大事ね。大事大事。では本日のお部屋、はい、こちらの昔のカートイお部屋でございます。あらあ、まあ、いい香り。また香りが変わった。ねいやちょっとどうしふかふかスリッパ私このどっちから見る？どっちから見る？情報量すぎて忙しい。どっちから見る？いや素敵。いや見て落ち着くこれ、ね。これは何の香りですか？ロビーと同じ桜と白檀の香りでございます。すごくいい香りしません？ね、下よりも、うん、さらに桜の方がなんかちょっと強いのかな。うん、甘い。部屋はアロマオイルで。あだからだわ。私たち鼻いいね。本当。鼻が効くんですよ。そうですよ。鼻もですけどね。2人が案内されたのは、夫婦京都で一番部屋数が多いスタンダードなお部屋。秘められた空間をテーマに、木製の格子や間接照明を多用しています。あれ、うん、はい、面白くないですか？はい、え、これ鉄瓶ですか？これ、そちら鉄瓶ですか？オリジナルの鉄瓶です。嘘。こちら IH で、IH の鉄瓶、はい、すごい、はい、どうぞ。味が違うでしょうね、はい、お茶の鉄瓶でございますので、うん、鉄分が多く含まれますので日本人が好む味とされております。そうなんですか、はい、初めて見ました、はい、こういうポットじゃないお茶。いや本当旅行先に来てもお母ちゃんこんなやらなあかんのかって思いますけどこれだったらね気分よく入れられる、うん、気になるお値段はこちら1泊2食付きで1名様あたり4万4000円となってございます。4万4000円ね。なるほど4万4000円、うん、そうね、それぐらいよね。この後も2人の一丁髪はまだまだ止まりません。それを圧に負けちゃダメなんだよ。私たちも耐えてきたから。そうそうそう、長い間この春オープン、京都の高級旅館に一丁髪アナウンサーが突撃。続いて向川アナが気になったのは、ちょっと見てこれ。いや、すごい。すごいでしょ。ちょっとあちゃん、あとベッドの方行って、ベッドの方行って。OK。あちゃん。怖い人が出てる。お風呂。うわ。締め上げ。締め上げ。ほら。締め上げ。あ、安心。お風呂は京都伏見区から1日に2回トラックで運んできている天然温泉。夫婦京都にはどのお部屋にもこうした内風呂が備わっているんです。いいですよね。いいですよ。あ、来ました。あ、来ました。私たちが気になる、はい、これアメニティのシャンプー、リンス、そしてボディソープ。旅館でね、うん、使うシャンプーって次の日、うん、キッシキシになったりするじゃないですか。あります、あります。あれが嫌で嫌でしょうがないんですよ。これは、はい、こちらもオリジナルで製作しております。オーガニックとか大事よね、やっぱり女の人はこだわります、こういうところ。ボディジェルなど他のアメニティも夫婦京都専用に製造したものなんですよ。失礼します。うわー、よく伸びる。いい香り。え、うわ、ね、いい香り。何このフルーティーな感じ。なんか優しい、ね、こちらも桜と白檀で。これも桜と白檀。へえ。一番なんか日本人が安心する香りなのかも。ドライヤー。髪を乾かすときって乾きゃいいっていうもんじゃなくてそうですよ。やっぱりこう止まって朝、あ、しっとりしてる、うん、もうちょっと気持ちもなんかしっとりしてきたっていう気持ちで帰りたいもん、うん、そう、はい、こちらダイソーのドライヤーでございます。あ、ダイソー出た。うわ、これのついてる、まあ、いたホテル旅館って私初めて見た。いや、私も初めて見た。なかなかないですよね、これ全室これですか。はい、全てのお部屋で。これ高いんだよ全然一丁髪
めないね。一丁噛む。西村さんの顔はね、私一瞬チラッと見逃さへんかったけど、どこがっていう顔そうでした。私たちにしてみたらうるさい人たちっていう顔してたけど。こうした心配りはすべてゆったりくつろいでもらうためのもの。先輩方、4万4千円のお値段には納得してもらえましたか？4万4千円どう？まあ、一家庭の中で来たら、うん、でも8万8千円言ったらちょっとね、これなんとかなりませんの？なりませんのね。まだお値段に満足できない2人のために案内してくれたのは、庭園を眺めながらお料理がいただける食事どころ。またこの景色見てすごいの、ね、日本庭園のなんか離れみたいな ね、あの離れはお食事できるんですか？こちらバーでございます。バー、いやもう大人の世界、素敵。どうする？どうする？どうしよう、予約大腸。うん、もう名前書いてしまいそう。予約大腸ですよ。言い方聞きました。なかなか出ませんよ。予約大腸。今時オンラインですかね。ごめんなさいね、本当に。夕食は料理人が腕を振るった料理が並ぶ日本料理のコース。庭園をイメージした前菜はバターで炒めたホタルイカやアワビを乗せて仕上げます。いただきます。春の苦味が最高に美味しい。あ、そうなのに、うん、お野菜にしようかな、うん、こちらが鹿ヶ谷かぼちゃのフォアグラ煮込みとございます。うん、美味しい。だって絶対お家で作れないもん、こんな作れない。熱いのとこの冷たいサラダとで、うん、本当にこうなんて言うんだろう、ミスマッチというか綺麗に合いますね。ミスマッチ、うん、珍しい間違い方しませんでしたね。ミスマッチだからマッチしてるからね。皆さん、ここが向川智美のすごいところです。そうですよ、間違いを間違いと認めない。こちら銭と火遊びでございます。銭と火遊び、火遊び。お好きにこちらの炭で炙って召し上がりくださいませ。炙っちゃうの？しかもなんか、あら、火遊び、火遊び、大人の火遊び。火遊びしちゃう？もう久しぶりに。どうしようとか、ちゃっちゃっとこうちょっとやったら美味しいかもしれないね。うん、さっさっとよ。さっ、お造りを軽く炙ることでほのかな炭の香り付けになるんだとか。どう？外がほんのりあったかくて、中が冷たいから、うんうん、遊び心がある、はあ、うん、やっぱり火遊びね。うん、まあ、私は生でいただくわ。こういうとこなんですよ、本当の一丁噛みって。そういうこと。他にも山椒鍋や季節のご飯など、夫婦京都でしか味わえないお料理がいただけます。これでもお値段にも納得してもらえましたよね。なんか友達お腹もいっぱいになって、うん、あとちょっとこうエッセとかして、あ、マッサージとかしてね、うん、で部屋に戻って、うん、最高の流れなんですけど、西村さん、当館ではエステはご用意してございません。エステがない。エステがないのね。マッサージもないって。え、マッサージもない。あら、ちょっと西村さんじゃお話にならないので、上の方お願いします。呼んでくださいますか？かしこまりました、お呼びしてまいります。一丁噛みが止まらない二人に呼び出されたのは、西村さんの上司にあたる夫婦京都の支配人、金井康樹さん。いろいろ堪能させていただいて、もう本当に満足なんですけど、はい、ただなんかエッセイとかマッサージがないっていうふうに、はい、そうなんです。実は夫婦京都はですね、今回コンシェルジュデスクというのがございまして、はい、そちらで例えば地域の名店だとか、あとまあ観光名所だとか、うん、あとまあエステサロンもですね、ご案内することになっておりますので、地域の一員として地元のそういった施設を利用させていただくと、そういうコンセプトでございます。コンシェルジュでは近隣のさまざまなお店や観光体験スポットなども案内予定。夫婦京都を通した地域の活性化もコンセプトの一つなんです。地元に密着しているからこその特別な体験も。
一元さんにはお答えされるのお店もですね、はい、私どもがご案内できるようにしたいというふうに考えております。うわ、これはすごくスペシャルな体験ができそう。そう思います。それが44,000円から、その価値は十分ありますよね、支配人。ご納得いただけましたでしょうか。はい、納得しました。納得させていただきます。ありがとうございます。その言葉が聞きたかったです。うわ、よかったです。最後にもじゃあ予約台帳お願いしますではお持ちいたしますありがとうございます、はい、ありがとうございます。この日2人が一丁噛みしたのは52回でした。